はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。簡単に私の自己紹介をしますと、私は民泊清掃会社を経営しておりまして、新報前に都内で16部屋の民泊運営をしておりました。その時は一人で民泊のホストをしていたのですが、月の最高売上は600万円で、月の最高純利益は300万円、平均的に450から500万円くらいの売上を上げていて、平均的な純利益は150から200万円ほどでした。新報とともに全ての物件を撤退してしまったのですが、現在は箱根で甘宿の戸建てを2つ、長野の安曇野で民泊の戸建てを1つ運営しております。民泊や民泊清掃に関する情報を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは早速本題に入っていきたいと思います。本日お話しする内容は、民泊ホストとしての11月の収益公開というテーマでお話をしてみたいと思います。GoTo トラベルキャンペーンの効果が出てきた11月は一体どのような結果になったのでしょうか。しかし、コロナウイルスの第3波が訪れています。売上の公開とともに、それぞれがどのような影響を与えてきているのかをお話ししていきたいと思います。それでは2020年の11月の売上を公開します。11月の売上は56万4707円でした。後半はいまいち予約が伸び悩んだような感じがありますね。先月投稿した10月の収益公開の動画を見た方は、あれ?と思ったかもしれません。11月の12日の段階で、11月全体の売上見込みの金額が58万円だったんですけれども、まさかの11月18日間を残して、売上が伸び悩みました。それどころか序盤の見込みよりも売上が減ってしまっています。半ばから月末にかけてコロナの感染者数が拡大し始めて、 GoTo の見直しなどマイナス要素の話が飛び交いました。それに伴い、予約済みのゲストさんから人数を減らしたいという連絡が増えてしまいました。なんとも残念です。参考までに2019年11月の売上は78万7285円でした。例年11月は見どころが少ない月なので売上は落ち込んでしまいます。紅葉が楽しめるエリアなどは予約が殺到するとは思いますが、それ以外の場所ではあまり予約が入らない時期ではあります。閑散期プラスコロナの影響という最悪の状況の中、GoTo トラベルキャンペーンという光が見えたのですが、なんとも煮え切らない状況で終わってしまいました。では、12月の売上見込みはどうでしょう?本来でなれば繁忙期となる12月の売上予定額は、12月6日の段階で33万9500円です。まあでも12月なので、これからクリスマス年末にかけてどんどん予約が入ってきます。いや、入ってくるはずです。コロナの影響がどれだけ出てくるかにはかかっているとは思います。ちなみに2019年の12月の売上は75万5972円でした。最近の民泊の流れを見ていると、1ヶ月間ぶっ通しで良い流れで終わったという月がありません。10月から GoTo トラベルキャンペーンが始まり、効果にはかなり期待をしたのですが、 Airbnb などの旅行サイトで GoTo トラベルキャンペーンの対象の部屋ですという文字が掲示されるようになったのは20日頃でした。10月の前半は冷え込んでしまいましたが、20日以降から一気に予約が伸びました。その勢いのまま11月の序盤はかなりいいペースで予約が入っていきました。 GoTo トラベルキャンペーンの効果ってすごいなぁと思っていたんですが、11月の半ば過ぎからまた第3波の影響で感染者が広がってしまい、 GoTo トラベルキャンペーンの見直しの話がちょこちょこ出るようになってしまいましたよね。それによって旅行自体を見直すゲストさんも増えてきてしまいましたし、先々の予定が立てにくくなってしまい、クリスマスや年末年始の予約の空きがまだある状況です。例年であればこの時期でクリスマスや年末年始の予定ががっつりと空いているということはほとんどないんですけれども、今年だけは例外です。先の旅行の予定が非常に立てにくいですし、私も Airbnb のキャンセルポリシーは厳格という一番厳しいものにしているので、
ゲストさんの立場からすると、おそらく旅行には行くんだけれども感染状況をタイムリーに見ながらプランを変更したいと考えている人もいるはずです。そのような方からすると、私の部屋はとりあえず予約を抑えていこうというふうにはならないわけですよね。ここはホストの立場からしても非常に悩ましいところではあります。今の時期だからこそキャンセルポリシーを柔軟にして、直前のキャンセルもペナルティを取らないというふうな設定にした方がいいという案もありますが、とりあえず予約だけされてしまって直前にバタバタとキャンセルが連発してしまうのも非常に困ってしまうわけです。何が何でも絶対に旅行をすると決めているゲストさんもいるわけですし、とりあえず予約を抑えておこうというゲストさんに予約を入れられてしまったがために、そのように確実に行くというゲストさんを入れれなくなってしまうこともあるわけです。他には清掃を依頼している清掃会社さんに対しても、清掃予定を報告していたのにもかかわらず直前にバタバタとキャンセルが相次いでしまうとご迷惑をかけてしまうわけです。ホストとしてはまだまだ悩みが続いていくでしょう。売上だけのことを考えると、コロナの感染が拡大して GoTo トラベルの見直しの話が出なければ11月12月はかなり伸びていたとは思います。しかし感染拡大を視野に入れると、経済の優先だけをするわけにはいかないというのも理解はできます。このままではコロナの影響でいよいよ経済の規制によりギブアップをしてしまう方々も増えてきてしまうと思います。一時的に規制をかけて、またせっかく動き出したのにまた経済をストップさせる流れになってしまったり、これを繰り返されると本当に厳しいですよね。そんな中、ようやくファイザーなどが開発したワクチンの接種がイギリス、アメリカで始まりますね。やっと来ました。これをずっと待っていました。もはやコロナに打ち勝つにはワクチンしかないんです。はっきり言ってコロナよりも例年のインフルエンザの方が明らかに致死率は高いです。私ももう今年はインフルエンザの予防接種は打ちましたが、予防接種を受けない年はインフルに感染したことは何度もありました。例年インフルエンザへの警戒は呼びかけられているのに、それでも予防接種を受けない人の人数の割合の方が明らかに多いです。そしてインフルエンザに感染すると40度の熱が出て死にかけて約1週間何もできなくなりますよね。 A 型や B 型などのインフルエンザにもたくさんの種類がありますので、無症状に近いものもありますが、感染していると診断されれば自主的に隔離をしなければいけなくなります。インフルエンザも恐ろしいウイルスなのに危機感を持たない人が多いというのは、インフルエンザというものがどのようなものなのか解明されていて、ワクチンも開発されているからです。インフルエンザの感染者数は日本国内で年間1000万近くいます。国内では13人に1人が感染しているわけです。確かに自分の周りでインフルエンザに感染したという方は毎年何人もいますよね。友人がインフルエンザに感染したとしても、そこまで心配することはなく、安静にしていれば時間が解決してくれるものだと思ってしまいます。今年はコロナウイルスの影響で皆さんが手洗いやうがい、人との距離を意識している分、インフルエンザの感染者数は例年よりも減るのではないかという見方もあります。近い将来コロナウイルスもインフルエンザのような当たり前のウイルスになるのではないでしょうか。強いウイルスではあるけれども、撃退方法が分かれば今ほど経済が麻痺することはなくなると思います。問題だったのは未知のウイルスで対策方法が分からずに感染力が凄まじい、その結果経済を麻痺させてしまったということです。ファイザーのワクチンには私も心から期待をしています。今はワクチンの効果を楽しみにして、また経済が回り出し民泊業界が復活していくことに期待をしています。とはいえ今日明日で民泊業界が爆発的に復活するということはまだまだありませんが、来年の春頃になればもう少し具体的に世界の国々でワクチンの効果を実感することができるようになっているのではないでしょうか。はい、本日は11月の民泊ホストとしての収益公開というテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊や民泊清掃に特化したお話をしていきたいと思います。何か気になる内容がありましたらぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter、Instagram、民泊清掃ブログ、TikTok もやってありますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。お仕事やお見積もりのご依頼は概要欄のホームページの方からお問い合わせをお願いいたします。質問があるけれども YouTube のコメント欄に書き込むのは
ちょっと恥ずかしいという方は、Twitter、Instagram から DM を送っていただいても返信をすることができます。この動画を見て少しでも参考になった、共感できるなと思った方は、グッドマークの方を押してみてください。まだまだ甘いな、トークが下手くそだな、その内容はちょっと間違ってるんじゃないかと思った方は、バットマークの方を押してみてください。あなたが押してくれたグッドやバットの数が、私の次回の動画投稿のモチベーションにつながるわけです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。